はい、こんにちは。今日はですね、日韓情勢についてお伝えしてまいります。最近ですね、韓国側より日韓通貨スワップへの言及というものがですね、聞こえてきます。レコードチャイナですが、韓国では日中間スワップの締結を求める声も上がっている。大韓商工会議所は10日に発表した報告書、バイデン政権と日中間経済協力の方向で政経分離、経済協力基盤の強化という2大基本原則と、新型コロナ対応、日中間通貨スワップの締結、日中間 FTA 推進と CPTPP への参加、第4次産業協力、民間交流の活性化という5大分野別課題を提示した。報告書は、日中間は互いに非常に重要な経済協力パートナーであり、世界の国内総生産と貿易で約 20% を占めるなど経済的比重も大きいとし、歴史認識問題や領土問題など政治外交軍事的問題により経済的に悪影響を及ぼさないようにすることが三国の経済協力の大前提とならなければならないと指摘した。その上で、経済協力の課題として日中間通貨スワップを挙げ、バイデン政権の拡張的な通貨財政政策によりウォン高が予想され、経済収支の悪化が相当期間続く可能性があるためと説明したという。韓国は中国とは5年間590億ドル規模の通貨スワップを締結している。一方、日本とは01年に20億ドル規模で始まり、徐々に拡大していたが、12年のイ・ミョンバク大統領当時による竹島上陸をきっかけに関係が悪化したため15年2月に終了。その後も韓国ではたびたび日韓通貨スワップの必要性が指摘されているが、再開の目処は立っていない。こうしたニュース、あとですね、中央日報からも、米韓通貨スワップ6ヶ月延長したが日韓通貨スワップは再開もできず、韓国とアメリカが600億ドル、約6兆2100億円限度の通貨スワップ契約を来年9月末まで延長した。今回で2回目の延長となる。中略しまして、一方、韓国と日本は2001年に初めて通貨スワップ契約を締結し、2011年には700億ドルまで規模を拡大したが、2012年8月にイ・ミョンバク元大統領が竹島を訪問したことで日韓関係が悪化し、2015年2月に完全に終了した。2016年末に日韓間で関連の協議があったが、2017年1月に釜山日本領事館前に少女像が設置されたことを受け、日本側が一方的に交渉を中断したというふうに報道されておりますけれども、今までご紹介した記事で2つ指摘させていただきますと、韓国ではたびたび日韓通貨スワップの必要性が指摘されているが、再開の目処は立っていない。2017年1月に釜山日本領事館前に少女像が設置されたことを受け、日本側が一方的に交渉を中断した。この2点についてはですね、事実経緯というものを見直す必要があると思います。日韓通貨スワップに関しては、イ・ミョンバク政権時の日本への対応を重く見た日本国政府は、2012年10月末の期限延長を取りやめることを検討したことがありました。そして2015年2月16日、日本政府と韓国政府は日韓スワップ協定を延長せず、予定通り2月23日で終了すると発表。日韓スワップを得る理由について、財務省は両国の金融情勢、経済情勢から判断したと説明し、韓国企画財政部の幹部は経済指標が良好であり、延長しなくても特別な悪影響はないとしたとしまして、韓国側の判断としてもですね、この日韓通貨スワップを延長しなくても特別な悪影響はないと判断していたということが経緯としてあるということだと思います。またですね、麻生副総理、財務大臣の発言をご紹介させていただきますと、6、7年前ぐらいにスワップ協定の残額が日本銀行に50億ドル、財務省に100億ドルほど残っていたが、韓国に大丈夫かと確認したところ、大丈夫だとの返事が返ってきた。だからそれ、通貨協力の規模が減った。その時本当にいいのかと聞いたら、韓国はどうか借りてくださいと日本が言うなら、借りることもやぶさかではないと答えた。お金を貸す側が頭を下げて借りてほしいなどという話は聞いたことがない。それで交渉テーブルを蹴って交渉から撤収した。それで終わりだ。スワップに対して韓国との間にあったのはそれが最後だった。としたですね、麻生副総理大臣のご発言もありまして、日韓通貨スワップを終了しても問題ないとしていた韓国側の姿勢ということもあったと思います。またですね、2016年12月30日に在釜山大韓民国日本国総領事館前に市民団体が少女像の設置をしたことから日韓合意違反とみなし、また日本外務省は領事関係に関するウィーン条約第31条3の規定にも抵触するとしており、2017年1月6日に韓国への抗議措置として日韓通貨スワップ協定に関する協議の無期限中断を日本国政府が発表したという経緯がありまして、日本側がですね、一方的に何の理由もなくですね、交渉を中断したというような、そうした事実はないということだと思います。で、日韓合意の遵守、あるいはですね、日韓請求権協定の遵守など
日本としては日韓の合意に基づきまして韓国側において誠実に履行されるべき事柄があるということを求めておりまして、まあ、韓国側においてはですね、こうした国家間の約束というものが遵守されるということが求められているのではないかと思います。で、こうした国家間の約束、協定、合意、条約の遵守が行われ、国家間の信頼が回復するということがですね、国家間の通貨協力ということの大前提になると思います。そしてですね、旧朝鮮半島出身労働者問題においても一つ報道がありました。青瓦台がボールを持ち込んだ日中韓首脳会議の年内ソウル開催が最終的に失敗に終わったことが分かった。大統領府はサミットを契機に徴用工問題などの日韓関係をトップダウン方式で解決しようとした。しかし菅首相は日本企業の資産の現金化の問題が解決しない限り日韓首脳会談に応じることは困難との立場を崩さず、青瓦台は菅政権の立場をきちんと把握していないまま楽観的な態度を見せたのではないかという指摘も出ている。韓国と日本の外交消息筋は10なのか、今年中に日中韓首脳会議をソウルで開催することは難しいと明らかにした。大統領府は日本でサミット開催が難しいとの報道を事実ではないと否定していたが、実際には我が国政府内部でも年内開催中止を受け入れた模様だ。中略しまして、日本の外交消息筋は菅首相は韓国政府が日本企業の資産現金化差し押さえの手続きを中断していない以上、文大統領と会談する考えがない、明確な立場を明らかにしていると伝えた。特に菅内閣は日本企業の資産現金化を東京オリンピックまで猶予して一度葛藤を縫合しようという韓国側の提案も受け入れることができないという立場であることが分かった。このように報道されておりまして、菅政権はですね、この問題におきまして一歩たりとも譲歩しない姿勢ということを示しているということがですね、韓国側の報道からも読み取れると思います。そうした中ですね、韓国国家安保室長、11月訪日断念、日本メディア、ソ・フン韓国国家安保室長が先月日本を訪問しようとしていた計画を諦めたと読売新聞が18日報じた。中略しまして、徴用工問題などにおいてソ室長が訪日しても日韓政府の根本的な立場の差を埋めるのは困難と判断したためとみられると新聞は分析した。このような報道が韓国側からされております。ですので日本政府はですね、今後とも韓国側に日韓請求権協定の遵守を求め、国際条約、協定、国家間の約束は守るというですね、国際法の大原則のもと毅然とした対応を取り続けるということだと思います。またこうした問題に対しまして今後ですね、アメリカなどに対しましても日本の外務省は日本政府の立場をよく説明し、国際的な理解を得ていくということも重要になってくると思います。ありがとうございました。ネット大衆紙ブルーカラーではメンバーシップ機能を開放させていただきました。メンバーになってもならなくてもブルーカラーの動画は今までと変わりなく無料でご覧いただけます。今回のメンバーシップの意図はですね、純粋にブルーカラーの活動をご支援いただくものとしてご理解いただければ幸いです。考え方としては投げ銭スーパーチャットと同じような考え方です。僕の動画に対して皆様それぞれの価値観に基づきご支援額を選んでいただければ幸いです。またメンバーシップはいつでも解約が可能です。ブルーカラーのメンバーシップには月額390円から1190円の5つの料金体系がございます。現状支援額による特典の差は設けておりません。パソコンからメンバーシップの手続きをするにはですね、このメンバーになるのボタンをクリックしていただきます。そして料金を選んでいただきまして、メンバーになるというボタンを押していただきます。その後お支払い方法を選択いただきまして、購入ボタンを押していただければ手続き完了となります。スマホから行う場合もほぼ同様の手続きとなります。ただ iPhone の場合はですね、このメンバーになるのボタンが出てこない場合があります。ですのでこの動画の概要欄にですね、メンバーシップ手続きへのリンクを貼らせていただいております。そちらのリンクをクリックしていただければ、あとは流れに沿ってメンバーシップのお手続きがしていただけるようになっております。今後ともネット大衆紙ブルーカラーをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。